泉拓は日本の作曲家、元参議院議員。本名は今泉隆夫。東京市下役谷中生まれ。仙台陸軍幼年学校に在学中、敗戦を迎える。東京府立第5中学校を経て、1946年、一期生として鎌倉アカデミア演劇科に入学する。1950年に舞台芸術学院に演劇学科を卒業後、 ダンプの運転手などをしながら、芥川康氏に指示し、作曲活動を始める。後に、ミキトリローが率いる、冗談工房に参加し、トリローグループの一員ともなった。1955年には、朝日放送ホームソングコンクールグランプリを受賞。歌謡曲から、フォークソング、CM ソング、アニメソング、ミュージカル、同様、効果、 公共曲と幅広いジャンルの曲を作曲。多作で知られ、創作数は1万5千曲に上るという。1960年には a、a 六助と共にミュージカル、見上げて、ご覧夜の星を、を制作。1963年には、芸能プロダクション、オールスタッフプロダクションを設立。石田歩美、ピンキーとキラーズ、相良直美らが所属していた。 1965から69年にかけて、A6 スケ作詞で47都道府県のご当地ソング、オディークエーセスが歌う、日本の歌シリーズを作った。このシリーズからは、いいユだな、女一人、フェニックス・ハネムーンなどのヒット曲がある。1969年には、相良直美の、いいじゃないの幸せならばが、第11回日本レコード大賞を受賞した。 日本の歌シリーズで1966年代8回日本レコード大賞企画賞1969年代11回日本レコード大賞特別賞を受賞1972年定築レコード参加にブラックレーベルを開設1973年オールスタッフプロダクション所属者楽曲を提供していた NHK 総合テレビの番組 ステージ101卒業生にグループサウンズのフィフィザフリーなど元メンバーをスカウトなどで集めプロデュースと監督を務める泉拓シガーズを結成テレビ番組出演や全国各地にて公演を行った歌手兼ダンサーチームと演奏者バンドの2部体制を取ったがレギュラー出演したカリキュラマシーンでは演奏者もダンスやコントに参加 1974年発表、帰らざる日のために、鉄子の部屋テーマ曲などは編曲アレンジの都合から、歌手チームのみ起用されている。結成当初メンバーには、泉拓シンガーズを、米国のマイクカーブコングリネーション同様の集団組織中核、または増員を図る計画を伝えていた。メンバー交代や泉拓の構想変更から1976年には、 オールスタッフプロダクション合戦のソロ活動やセッション、演奏活動に移行し発展解消、事実上自然消滅解散する。歌はドラマであるのモットーに基づき、見上げて、ご覧夜の星を、洪水の前、俺たちは天使じゃない、歌まろ、船長、死神、聖、すぶやん、など、多数のミュージカルを手掛けた。ミュージカルの制作とともに、ミュージカル俳優の育成にも、 情熱を注ぎ、日本のミュージカル界で活躍する多くの俳優を育てた。その俳優養成が元となり、ミュージカルを専門に上演する劇団フォーリーズを旗上げ、客席数百席の劇場、アトリエフォンテーヌを作り、そこを拠点に数々の実験的な公演を行った。1986年、第二院クラブから参議院ピレークに出馬するも落選。 1989年、青島幸男辞職による繰り上げ当選となった。第二院クラブから出馬した理由は、一部に日本共産党支持者として有名であったものの、同党がタレント議員に否定的だったためとされているが、同党への支持は変わりなかった。なお、友人である青島幸男に強く壊れたためだとする説も有力である。議員としての活動では、 日本は世界第2位の経済大国であるのに国の文化、芸術関連への予算配分が少なすぎるとして文教関係予算の増額のために尽力したが1992年5月11日、肝不全のため人気半ばで死去、62歳没。晩年は以前からミュージカルをプロデュースしていたアンパンマンのアニメ化作品、それいけアンパンマンの音楽を担当しており、 進め、アンパンマン号が遺作となった。作詞を担当した柳瀬隆によると、泉の病状が悪化したため、他の作曲家に依頼するプランもあったものの、泉が引き受け病床で妻に口実筆記させて、完成させた。編曲を担当した弟子の近藤弘明によると、泉が亡くなったのは編曲作業が終了し、録音に入る直後だったという。孫は、 シンガーソングライターのラブリーサマーちゃん。1970年、日本テレビ系、小泉全部ゲバゲバ90分。にて、大橋巨泉は、泉拓のヒット曲、夜明けのスキャットと、いいじゃないの幸せならばをピアニスト中島一郎に、弾かせた上、サイモンガーファンクルの、サウンド・オブ・サイレンスとサンバの名曲、クマーナを弾かせ、これは明らかに盗作であると言った。 対象が1969年のレコード、対象受賞曲だったため、小泉のこの指摘は大きな話題を呼んだ。1970年3月28日付の新聞で作曲家の塚原節夫は、もし盗作でないというなら、訴えたまえ泉君それができないなら、レコード対象は辞退すべきだと呼びかけたが、泉拓は何も反応しなかった。 小泉は2004年の自伝の中で、今や、泉さんもこの世にないが、これも僕は、主張を変えていないと記している。ありがとうございます。